ウィスポ所属の篠宮ルナさんでーす。かわいい、めっちゃ。いやー、ありがとう。ルナちゃんはちょっと、あれですね、いわゆる私の娘さんで。はい。今、ルナちゃんって呼んでるけど、篠宮の方がいいの？いや、なんでも、なんでもいいけど。ねえねえ、今月って家から出た？今月まだ16日しか経ってないからなぁ。あ、半分過ぎとるわい。嘘でしょ？なんかもう、最近整体に通ってるんで、うん、それでちょっと家から出ました。やっぱなんか体凝るんだ。体凝るみたいで、なんか初めて整体行った時に、うん、なんか骨盤の骨がずれすぎて、うん、やばいですよみたいな、もうちょっとずれたらもうヘルニアですよみたいな感じで脅されて通わされてます。ヘルニアって長時間座ってるとなるんだっけ？変な姿勢で長時間座ってるとなっちゃうみたいで。結構さ、長時間配信してるもんね、ルナちゃん。長時間配信。5時間とか9時間とかあるもんね。確かに。たまに爆発しちゃうときありますね。ねえ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 。ルナちゃんのファンが思っていることを代弁させていただくんやけどさ。はい。歌みたいやんないのかなぁ。やんないのかなぁ。あー、カミングスーン。カミングスーン、本当に。かなぁ。本当に。かなぁ。あー、しか出なくなっちゃった。あー、よく言ったって言われてるよ。言ったっぱりました。やっぱ思ってるんだ、みんな、やっぱり。いらないけど。声的にさ、絶対合うと思うから、うん、キュークラリン歌ってほしいんやけど、どう？あー。お願い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 。キュークラリン、でも、すごいよ、結構好きな感じの曲だから。うん、うんうん。あ、可能性あり。あー、ママが言うなら。あー、やったー！あ、恋愛サーキュレーションも、みんな言われてる。あ、合う合う。やばい。やばいやばい、増えてくる増えてくる。急にどうしよう、これで1年に3個とか急に出したら。やる気あるな、篠宮ってなるよ。みんな喜ぶよ。ウィスパー系の声やからほんとめっちゃ合うと思う。あと、レン君とチューリングラブ歌って。それは歌いたい。うん、それはもちろんぜひ歌わせていただきたいですよね、それに関しては。やっさあ、これは、先輩が良ければ。これはみんな、喜ぶよ。たまになんか、うん。書いていただけるイラストとかで、なんかその、うん、レンルナみたいな要素あるのちょっと面白いんだよな、先生が書くイラストで。はい、すいません。なんで知ってるんだろう、みたいな。聞いてもらえてるんだなぁと思って、見てます。ニコニコしちゃう、こっちも。レンルナはある。ということです。いや、そうですよね。一番あるんですよ、年度のが。うん。歌みたのね、期待しております。次の一年は活動頑張ろうかなと思います。うん、お待ちしてます。ありがとうございます。上がってなかったら、チャット送るね。歌みたって言ってやるの。あ、脅されるスタイルなんだ、これって。まずいな。うん。なんかコラボとかできたらいいけどね。うちがあんまゲームしないから、なんか。お願いします。ゲーム以外でも何でもやらせていただけます。うん。はい。じゃあ、ありがとうね。来ていただき、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ルナさんでした。はい、パチパチパチ。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。チュッ。